今週はですね、先週に引き続き、各部屋が身体にどのように影響していくかと、そしてその後どうなっていくかということをですね、引き続きお話をさせていただきました。具体的にはやはりそういったポジショニングにですね、きれいにしていったり、あとはその役割ですね、それをですねしていくことによって随分その体自体が変わっていきます。また一番最後にちょっとお話をさせていただいた、宝くじ競馬に当たったと、これはすごくなんていうかな、びっくりするようなことなんですけど、それを目的にではなくて、あくまで相乗効果です。ですからそれを目指すんではなくて、やがてそうなっていく可能性もあるという形ですので、あんまりそこをクローズアップして考えないでください。ただ全体をきれいにしていく、そして、なんですかね、ストレスをない状況にしていくことによって、全体の運気、財運も含めてですけど、そういったものに効果を発揮するという形になっていきます。また皆さんぜひ、片付け掃除からやってください。